CD、ヒサ、お前ら見た目が動物になってるぞ。いや、影町も同じだぞ。なんか前にも似たようなことがあった気が。みんな二頭身の動物になってる。何がどうなってるの？前にカクカクになった時は誰かが世界をゲームみたいに変えたんだったよな。ならまた今回も同じなのかな。そればかりは探ってみないと何とも言えないな。まずは最低限の生活だ。家や食べ物を用意しないとな。家をお探しパン？それなら僕がサポートするパン。うわー、かわいいパンダさん。このパンダ、どこかで見たような気が。この島で皆さんが住む家を僕が建ててあげるパン。それは助かるな。ぜひ頼む。ローン。できたパン。え、もう？やっぱこういうところもゲームの世界っぽいよな。これで今夜の寝床は確保できたな。オンに切るぞ、パンダさん。俺は言葉じゃなくてお金で返してほしいパン。お代はローンを組んでおいたから毎月返済をお願いパン。ローン？聞いてねえぞ。ねえ、これぼったくられてない？ここの住人はみんなローンを組んで生活してるパン。それがここのルールパン。ルールか、それならば仕方ない。素直すぎかよ。あの、私たちお金はおろか何も持ってないんですけど。僕は次の入居者さんに家を押し売るので忙しいパン。自分たちで何とかするパン。このクソさ加減、やっぱりこいつ見覚えあるわ。過ぎてしまったことは仕方ない。ともかくお金を稼ぐ方法を見つけないと食べ物すら手に入らないかもしれんぞ。それは困るよ。何に困ってるきょ。私たちが助けてあげるき。また新しいのが出た。この人たちも私たちを騙そうとしてるんじゃ。パンタさんと一緒にしないでほしいきょ。私たちは親切きょ。話だけでも聞いてみるか。 DIY と金策。ここでは虫や魚をお金と交換できるきょ。まずは虫取り網をあげるから虫を捕まえるといいきょ。本当かな。まあ現実でも観賞用とかで売ってるし、ありえるかもな。うん、とりあえずやってみよう。慣れたら道具は自分で作るといいき。みんな虫を必死に集めてるね。お、長女じゃん。そりゃ、おー、すごいな影千代。影ってこういうの得意そうじゃないのにね。やっぱりここゲームの世界なのかも。普通に褒めろよ。早速売りに行ってみよう。すごい、本当に売れたよ。バットさんたちの話は本当だったな。確か魚も売れるって言ったよな。そっちもやってみようぜ。でも釣り竿なんて持ってないよ。道具は自分で作るといいと言ってたな。俺がやってみよう。おいしい。ファミレスとかにあるサンプルみたいだけど、ちゃんと食える。この世界ではレシピを覚えるのにもお金がかかるとはな。結構お金使っちゃったよね。けど稼ぐ方法も分かってきたし、なんとかなんだろう。うん、1回目のローン返済に向けて頑張ろう。ほら持ってけ泥棒。確かに受け取ったパン。また来月もよろしくパン。初返済おめでとう。今日二人のおかげで助かりました。うん、道具を使うコツも分かってきたしな。お願いします、あと少し待ってください。金を返せない奴はクズだパン。島流しの系パン。何やる。どこの世界でも金が大事なんだな。うん、もっと手助けしてあげればよかったき。あの、もしかして皆さんもこのゲーム世界に連れてこられた人ですか？その聞き方。あなたも？はい、ここではアレなので俺たちのアジトに来てください。人間の住人。そこで俺たちはここがゲームの中の世界であること、たくさんの人が連れてこられて俺たちと同じように動物の姿に変えられていることを聞かされた。俺たちは元の世界に戻るため NPC じゃない人間を探しているんだ。 NPC？ ナイスなパソコンか。ちげえよ。 NPC はノンプレイヤーキャラの略。話しかけてもシステム的な回答しかできないゲームキャラのことです。私たち以外にも人間がいるってことは、その中に今回の件を起こした黒幕がいるかもな。そういうことなら俺たちも協力しよう。私たちも手伝うきょ。島流しされる人もこれ以上出しちゃいけない。みんなで力を合わせてこんな世界から脱出しよう。キー。そうして俺たちはこの世界に連れてこられた人の手助けをするようになった。闇バイト。あれ、今日はみんな来てないんですか？実は数日前から姿を見なくなったんだ。
もしかしたら闇バイトに巻き込まれたのかも。闇バイト？ここ数日で妙に暮らしぶりが派手になった連中がいるのは知ってるか？あ、そういえば私たちの近所にある家も急に大きくなったよね。とにかく金が稼げるとかで町で流行ってるらしいんだ。そして闇バイトをした連中は行方不明になることが多い。それは気になるな。遅くなってごめんキョ。キー、みんなお金買うだけどどうしたキ？キョキョ、闇バイトの胴元を探すなんて危ないキョ。君たちも消されちゃうかもしれないキョ。分かってはいるが、どうも気になる。なあ、元の世界に戻る手がかりがあるかもしれねえしな。分かったキ。じゃあせめて私たちにも手伝わせてほしいキ。二人ともありがとうございます。翌日から俺たちは闇バイトをしていそうな人に聞き込みを始めた。誰も話してくれないね。口止めされてるんだろうな。ということはやはり闇バイトの胴元が人間をこの世界に連れてきている黒幕か。闇バイトについてお教えしましょうか。本当ですか？どうして話そうと思ったんだ？家族の顔が見たくなったからですかね。どこかではぐれたのか？多分僕だけこの世界に連れてこられたんだと思います。闇バイトのおかげでローンも完済して何不自由ない生活を送れていますけど、家族のことを思うと虚しくなって、それであなたたちのことを耳にして協力しようと思ったんです。大事な人と離れ離れだと寂しいですよね。安心してくれ、俺たちが元の世界に帰る方法を探そう。ありがとうございます。では夕方僕の家に来てください。そこでお話しします。それじゃあ。え、あの、なんだ今の。ごめんください。あ、留守かな。ヒサ、シディ、あのクス、まさかさらわれたのか。まだ近くにいるかもしれない。探すぞ。クソ、どこにもいねえ。もう暗くなる。バットさんと小森さんにも協力してもらおう。お願いだから早く闇バイトをさせてくれ。え、今のって胴元は二人だったんすね。キョキョ、なんで俺たちをこの世界に連れてきたのも。全部正直に話すき、一緒に来てほしいき。この島は？島流しされた人たちが来るところきょ。闇バイトはこの島で私たちの遊び相手をすることき。え、それだけ？じゃあ消えた人たちはどうなったんだよ。消えた人たちはみんな私たちの力で現実世界に返したき。私たちはもともと開発が中止になったゲームのキャラだったけど、有志のプレイヤーが意中の力でゲーム世界を現実にしようと研究してたきょ。その時私たちは偶然自我を持ったんだきょ。私たちもう一度誰かと遊びたくて、それで意中の力を使ってこうしてみんなをゲーム世界に連れてきたんだき。けど一度遊んだらお別れが寂しくて、みんなを助けたり闇バイトでお金を弾んだりしてこの世界にずっといさせようとしたきょ。それでも帰りたいと思う人もいたから、その人たちは先に現実世界に返したんだき。でも今考えたらすごく身勝手だったきょ。君たちもすぐに元の世界に返してあげるきょ。みんなと遊べて嬉しかったき。楽しい思い出をありがとうき。バットさん、小森さん、ねえ影、シディ、私たちだけあと一日ここに残らない？俺は構わんぞ。まったく、そう言うと思ったぜ。二人ともありがとう。きょ、このままじゃまた同じことの繰り返しになっちまうだろう。だからバットさんと小森さんがもう寂しくならないくらい私たちとたくさん思い出を作ろうよ。俺たちだけですまないが。3人ともありがとうキー。おいヒサ、シディ、これ新しいゲーム？でも誰が？さあな、あの世界に行った誰かかもしんねえし、そいつから話を聞いた別の誰かかもしんねえ。わからんが、二人とも楽しそうだな。見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。